Tell me what
down here, please help me. Please let me cool down, be with me. Please help me, please help me. Tell me why, tell me why.
かりのバンドですが長い目で見てください。一つ一つですか、一つ一つですか、一つですか。マジごめんなさい。正直な話です、正直な話です。まず1曲目、あの僕頭の中でミザリーだと思って弾いたらあれ違う、あれあのヒデちゃんのいたずらということで、だからそっからね、もうねダメだわ私。あのちょっとね、あの記憶がね、昨日からないんだよね。僕もあのさっきあのあれですね、あのグレープジュース、え、グレープフルーツジュースばっかり飲んでちょっと妊娠なのかな。さすがだ、さすがだ、さすがだ、ケイスケの子供がお前もらおう。やだもう、ケイスケ、そんなバンド日の本君と DSTTV は汗が目に入って目に何も見えない。気持ち悪い、あの目つぶっていきます。それではあのちょっと皆さんにだあのすごいすごい大事な知らせがあります。今回DSTTV のメンバーでずっと叩いてくださった玉木さんがあの引退なさることになります。ラストの話でお願いします。汗なのか涙なのかわからないんですよ。あの、やめるっていうのをどうして間違えたの。そうあの、やめるのは間違いないです。何も見えないんで、新生のメンバーが言いまして、今ここにおんの会場に。いや、いないです。あ、いないあの会場にいないということで、あの後であの聞きたかったらあの ここにあの応募してくれたら、死んでない、死んでない、ここに応募してくれたらあのみんなファックスで送るんで、ファックス、今時ファックス、あのビデオテープに会場送るんで、ビデオテープ、ビデオレター、今時僕の会場入りでお願いします。いや本当便利それで告知がありまして、多分ライブやります。11月10日、場所はここホットタイムで、未来巨頭の、チロリンさんと、ジョージ・ニーヤンのツーマンに出させてもらうことになりました。こんなバンドが出ていいのかっていう、あの、あとは、お叱りは後で受けますんで、よろしくお願いします。皆さん、セッティング大丈夫でしょうか。あの、僕は目が開けません。じゃあ、俺いねえから。あ、そうそう、そうそう、あの、サトシも、あの、ちょっとご不在ということで。そう、それで代わりに、今度はいいよね。今度はいいよね。わびさびの、あの、さっきのあの、ドラムの方は、ドラムの方で、ドラムの人は、あの、わびさびのドラムの子で、タムちゃん。で、タムちゃん。タムちゃん。で、ギターは、わびさびのギターの大きい絵。俺かい、オッケー、手あげて、大きい。おー、OK っすか。俺か、おらんのかい。オッケー、オッケー、手あげて、手あげて。いる？オッケー。いない？え、いない。両方いない。知りました、オッケー、さっき楽屋でストレッチしてたよ。出る気満々やろ。ストレッチじゃなくて、ストレッチじゃねえのかい。で、11月はの僕の代わりにあのオッキー君ってこうあのギター弾いてくれるので、次出る子なので、よろしくお願いします。あのちゃんとあのこれ、あの後で授与しとくんで。あの案外これ結構伸びるんで大丈夫です。伸びるんだ。逆クラシックはここまで。QR コードちゃうわ。そんなもろもろ、あ、皆さん、収納大丈夫でしょうか。じゃあ、僕のチューニングを。OK です。OK! 大丈夫、大丈夫。じゃあ、ネクストソング。みんなに伝えたいことがある。大阪はたこ焼きしかないって言うけど、本当はどんぺん焼きもあるんです。美味しいから食べに行って。
I'm gonna eat you up.
新生の DSTTV はお願いします。玉様お疲れ。最後今言ってない。